皆さーん。こんにちは。そしてこんばんは。飲みすけ調理師のおしゃぶです。いつも見ていただいてありがとうございます。まずは乾杯ですね。今日はノンアルコールで失礼をいたします。それでは、視聴者様に乾杯。 視聴者様に幸あれ、サチャレああノンアルコールですけど、お風呂上がりなんで美味しいですね。今日はね、ちょっとあのー、視聴者の皆様に、まあ、お知らせがあって、この動画を回しております。 この通常動画、長尺動画を撮るのも本当に2、3週間ぶりで久しぶりなんですけれども、まあ、あの、この動画のね、タイトルをもう見ていただいた視聴者様は、あ、そういうことかと、お分かりいただいたと思うんですけれども、実は、えー、私、2023年12月13日に、がん宣告を受けました。ということでですね、 あのー、このチャンネルがまあ、ファーストチャンネルで一番最初に作ったチャンネルなんですけども、で、実は最近半年ぐらい前かな、セカンドチャンネルも作ってたんですけども、もうそちらのセカンドチャンネルの方は、視聴者様に対してですね、もう一旦、癌になったんでやめさせていただきますという挨拶も終わらしております。で、あのー、問題はこのチャンネル、あのー、メインのチャンネルなんです。えー、2000名以上、 チャンネル登録ありがたいことにしていただいてて、私も愛着があるんですが、まあ、癌になったということで、まあ、今後のね、あの、活動方針というほど大げさじゃないんですけども、まあ、ちょっと、あの、お伝えしておこうかなと。えー、来年手術の予定です、1月に。まだ、あの、詳しい日程は決まってないんですけども。まあ、その手術の後、まあ、予後がどうかとかいろいろあると思うんですけども、まあ、とりあえず、その、 セカンドチャンネルは一旦やめるというご報告をしたんですけども、まあなんとかあのファーストチャンネル、このチャンネルの方は、あの形を変えながらでも続けていこうかなと思っております。ですので、例えばペースが大幅に違ってくるとか、あるいはその編集負担が少ないショート動画を中心にするとか、今まではその食レポと レシピを中心にやってたんですけども、そうじゃなくて、えー、もっと別のこと、まあ何かは全然わかんないんですけどね。別の発信をしていくかもしれません。というのも、まあ、手術した後、こう、飲食、どれぐらいできるんかとかいろいろ問題あって、自分で食べて、撮影してお届けするのが、まあ、苦しくなるかもしれませんし、習いないにしてもですね、手術が終わった後、 まあよくいろいろとこう人生観変わったりするらしいんですよね。それも私分かんないですけど、するらしいんですよね。で、まあ、あのー、やる気がね、なくなってしまうかもしれませんし、まあそれは多分大丈夫やとは思うんですけど、ただ、まあ、あのー、別の発信をしたくなるかもしれませんし、まあその辺は、まあ繰り返しになりますが、ペースであったり、動画の種類が変わったりするかもしれませんけど、 まあ、暖かい目で見ていただけたら嬉しいなと思います。今年も一年ね、えー、この通常の長削動画はこれでさ今年最後にしますので、今年も一年、本当にお世話になりました。最後の最後でね、私の、まあ、自分で本当にちょっとこ,こんな風になるんやなって驚いたんですけども、私も12月の13日に言われたところで、今いろんな検査をまだやってるような感じのところなんですよね。ということで、 ま、あのー、ちょっと慌てておりますが、まあ、しっかりとね、あのー、手順を踏んで、えー、きっちり直していきたいと考えております。はい、ということで、大変、えー、今年1年お世話になりました。えー、来年もね、えー、どういう感じで何を配信するかは別としましても、まあ、ひょっとしたらね、あのー、食レポを好きで見ていただいている視聴者様には気に入れない配信も、 ひょっとしたらあるかもしれません。ただ食リポを全部やめるってことはないと思うんで、まあ、ぜひえ、2024年もおし処ぶチャンネルをお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら